ザマットカプセルマーケッツは日本のロックバンド。1985年に結成され、メンバーチェンジ及びバンド名の変更を経て1991年にメジャーデビュー。2006年に活動休止。今日の竹州枝・室姫神が中心となり、高校時代に全身バンドベリーを結成。その後、1990年に現在のバンド名に改名する形で結成。 その頃に、公募で、元勝宮神が加入。インディーズでの、ヒューマニティリリース後、室姫神の脱退により、ギタリストが元ローディだったイシグ KI へ交代。1991年、ビクターエンタテインメントより、シングル、ギチ、操り人形、カラクリの底3枚同時リリースでデビュー。1996年に、ギターのイシグ KI が脱退した後は、 サポートギタリストを迎え、性メンバーは3人という体制で活動していた。1997年頃までは、ザマットカプセルマーケット S 名義であった。ベリー時代にレッドホットチリペッパーズの来日公演の前座を川崎クラブチッタで務めたことがある。パンクバンドとしてスタートした彼らだが後に、日本のラウドロックを代表するモンスターバンドとなり、その後の日本のバンドに、 多くの影響を与え、たくさんのフォロワーが存在する。海外でのライブ活動や、CD リリースも、積極的に行っており、2002年の、オズフェストや2003年のカーン、フェス、ゲーム ON、2005年のダウンロードフェスティバルなど、イギリスでのロックフェスティバルにも出演し、2000人クラスの、キャパでの UK でのヘッドライナーツアーも成功させている。 そのため彼らは欧米で一定の人気と知名度がある。2005年、ソニーミュージックレコーズに移籍したが、CD 等のリリースは結局行わなかった。2006年4月活動休止を発表。個々人の方向性の違いが理由とされた。また、メインソングライターの上田は当時、マットの曲を作る気持ちになれなくなったとも語っていた。結成当初は、ザ・スターリン。 ボーイなどの影響を感じさせるパンク色が強かったが、もともと YMO を愛聴するなどパンクでは、くびれない幅広い音楽性を持った彼らは、サンプラーや c ンサーを用いた、楽曲制作にも早くから手をつけていた。ホテイトモヤスやハイド、今井久シなどが、インディーズ時代の彼らを極めて高く評価していたことも、あり、メジャーデビューする際に注目を集めている。その影響と、 デビュー当時のメンバーのルックスからメジャーデビュー間もない頃は現在のビジュアル系に近い扱いを受けていたが90年代半ばより完全にストリートファッションのイメージに変貌スケートボードやサーフィンの登場するミュージックビデオにもそうしたストリート系文化からの影響は顕著である日本における本格的なラップロックラップメタル木工以前のミクスチャーロックの先駆であり ミニストリーや、アタリティーンエイジ・ライオットに対する日本からの回答、という意味では、デジタルロックバンドの元祖と言えなくもない。シンセサイザーやサンプラーで作成されたフレーズを、生演奏と完全に同期するスタイルが、確立されたのは、90年代後期、イシュグ・ケイアイだった後発表された、シングル、システマティック・からであるまた、限定生産シングルに、フィギュア、チョロキュー、 プラモデル等のおまけが付属することでも話題となった。彼らはデビューの時から電撃ネットワーク、牛蔵とは深い交友があるらしく、共にライブやイベントを行ったことも幾度かある。また2002年に発売されたシングルフライハイ、サソリの2曲目のサソリにはゲストで電撃ネットワークが参加している。は商品化されていないタイトル。ありがとうございます。